こんばんは、速稼塾の久保です。今日はね、この時間に夜のライブ放送をさせていただくんですけども、まだちょっと早いんですけども、2017年の、まとめをですね、お届けしようかと思います。2017年は私は速稼塾は最後のカリキュラムでファイナルというのを送りましたね。それでそれのカリキュラムが200数十日行わせていただいて、大阪で最終回を全国のね、塾生さん来れる方だけ集めてやらせてもらったんですけども、1月1日からは実は私は個人的にはずっと投資の方をやってたんですね。 GWBS という投資スクールをやって、で当然暗号通貨の時代にも備えて、暗号通貨っていうのはその頃からですね、円とかドルとかの他の通貨、要するにデリバティブっていう言い方を私はずっとしてたんですけども、金融派生商品だということを考えてたんですよね。ですから円とかドルを取引するように FX のように、暗号通貨もビットコインはじめて暗号通貨もやるものだと思ってまして、ずっと進めてたんですよね。そこでですね、1月入ってすぐは暗号通貨に関しましては、ビットコインを使ったですね、いわゆるハイププログラムっていうのに参加しているものがありまして、そこがどうにかなっちゃって、そこに入れていたビットコインは未だに出てこないということなんですけどね。そういった大きなつまずきからのスタートだったんですけども、そこで暗号通貨ビットコインは怪しいと思わずに、失敗から何を学べるかなと、なんで失敗したのかなと。私のその時の失敗はリサーチをしてなかったということなんですよね。金利の高さに目がくらんで、リサーチできる力があったのにそれを怠ったんですよ。で、この経緯はそれまでにもありました。私が常々言っている 1.4 倍資産構築ってものが、ものすごくですね、信頼がおける案件で、それをやるときは調べに調べまくって、待ちに待ちまくったんですよね。1年ぐらいのリサーチをかけました。で、参加することを決意して、それからというものを3年近くですね、毎月のように私に利益を運んでくださってます。だから、これが 1.4 倍っていうのが、だいたいね、10ヶ月ぐらい。だから年利で言うと、3割ちょっとなんですよ。年利 30% を安定的に無作業で運んでくれるようなこんな案件に慣れてしまった私は、年利 30%、40%、それから年利 100% っていう世界を見てしまったんですよね。で、慣れてしまったんですよ。となると、日利 1% っていうのもあるんじゃないかと思いまして、もうすでにその時は疑わなくなってたんですよ。これが、成功が失敗を呼んだんですね。成功は失敗の母っていう概念です。成功したがゆえに失敗経験を忘れてしまって、失敗のための準備をしていなかったんですね。そういうところで私は大いに反省して、そのハイププログラムが動かなくなったのを機会にですね、リサーチ力を数倍にしたんですよ。徹底的なリサーチ。その時に誰が言ったからいい悪いではなくって、何を言ってるからいい悪いという、こういうふうな視点になってきました。で、2017年から本当に慎重にやってきました。慎重にやった結果、残ったものが、今のね、私の資産全てに反映されてるんですけども、ただだからといって絶対硬いものだけやってきたわけではなくて、いわゆる投げ銭ですよね。これはリサーチはあんまりしないけども、大きな利幅を見そうだから、少しだけ、参加して、あと忘れておこうかなというものをいくつか持ってました。その一つが暗号通貨だったりしたわけなんですけども、その暗号通貨の中の肝入りがエイダコインだったんですよね。エイダコインっていうのは私は参加した当時はそんなに当てにしてなかったと思います。ただ、しばらくして、多くの方、エイダコインの参加者の方が私に相談をするようになったんで、私もちょっとね、嫌になったというかね、私もそんなに意識がなかったんで、どうなってるのかなと、そんなに多くの方が不安になるぐらい、あやふやなものなのかなと思ったんですよね。で、そう思った時に私もですね、多くの方の不安な声に押しつぶされて、エイダコインは当てにならないんじゃないかなとか、詐欺じゃないかなというふうな思想を持ってしまいました。ただやっぱり上場が決まったのが、今年の8月、私の耳に上場するらしいよと。正しくは後悔なんですけどね。そう言われた瞬間に私は全ての、今までの、疑いですね。リサーチもなく疑いをした。リサーチもなく疑わなかった。この両方を反省したわけなんですよ。確かに多くの方の、分からない人のね、不安を受け止めて、私まで不安になってしまったと。逆に私は、大丈夫だからしっかり持っときなさいと言える立場であって、言わなければならなかったはずなんですよね。で、多少なりとも影響力があった私なんで、私の不安を多くの方が受け取ってもっと不安になるということをね、起こしてしまって、うまくいくプロジェクトもうまくいかなくなってしまうんではないかなってことに気づくべきだったんですよね。そういったところで私は8月から意識を変えて、このエイダコインっていうのを徹底的に調べて、そしてそれがどうなっていくのか、どうしたいのか、そして誰にとって必要なのかってことをリサーチするようになりました。そ
そうするとこのエダコインってのはですね、人類に必要不可欠と言えるぐらいまでのレベルで、とてつもないものだということが分かりました。どのぐらいとてつもないものかは、途中から、もう何を言ってるんだこの、体のプロジェクトはっていうぐらい、もう途方もなくかけ離れてる。100年、200年先のものだってことが分かったんですよね。そう思った時に、私はもう本当に、躊躇しました。何を躊躇したかというと、これ以上知識を深めていいんだろうかということなんですよ。やればやるほど、知れば知るほど知らない、わからないということに気づくばかりで、泥沼にはまっていくようでした。最近は整理できました、これが。ビットコインっていうのがプロトタイプで、スタートを決めた暗号通貨。その失敗例、成功例、未来予測図を計算して作られたのが、イーサリウム。で、イーサリウムをさらに進化して、今度はイーサリウムを内蔵しているハードウェアですね。パソコン。一言言ったら。そのパソコンの進化に、暗号通貨が追いつけなくなった時に必要な、この、量子コンピューターですね。量子コンピューター、次世代コンピューターに対応した暗号通貨として、未来に対して作られたのがエイダコインだっていうことが分かってきたんですよね。エイダコインっていうのは、未来に作られたコインなんですね。未来に対して。だから最初は、何を言ってるんだこれはと。ゲームに使うらしいなぐらいの、こういったね、見識であったのは仕方がなかったなと思うんですよね。当時やはりエイダコインを買った多くの方、買った人自身ですら何になるか分かんなかったと思うんですよ。最近はだんだん分かってきたと思います。このエイダコインっていうのがもしかしたらビットコインと取って代わって、いやいや世界の基軸通貨の一つとして新たに選ばれるものになるかもしれないということですね。今日のエイダコインっていうのは急騰をしてますよね。これは急騰前の急騰です。急騰するのは実は2018年の1月5日からなんですよ。その急騰を見越して今のうちに仕込んでおこうという方が前倒しで購入した結果、どんどん値段が上がって、今日1日でとてつもない価格差を生みましたよね。人によっては数千万今日資産が増えてるはずです。エイダコインのプレセールで買った方は、ものすごくちっちゃい単位で買った人でも、今日は1000万とか2000万含み益が増えてるはずなんですよ。こういうふうなですね、金融革命。本当の革命ですよ。ちっちゃかったものが大きくなり、大きかったものがちっちゃくなる。これが革命なんですよ。まさにですね、大富豪ってゲームがありますけども、あるサインによってですね、大富豪のトップでいた人がラスになって、ラスになった人がトップにぐるっと変わるっていう、そういうふうなね、サインがありますけども、大富豪の中には。それがたまに人類の中で起きるわけですよね。もちろん、世界の支配者と一番下の最高層が入れ替わるって話ではないです。支配者は全く変わらないです。支配者層は変わらずに、言ってみれば、誰でも努力でたどり着ける範囲のお金持ちっていうもののこの入れ替えがあったぐらいなんですよね。ですから今回、エイダコインを買われた方、能力とか人脈とか資金力とか経験とか学習力とか意欲とかこういうもの全く関係なくって、たまたま持っていたということに対して数億円というものがなぜか付与されるという、こういうよくわからないことが起きてるわけなんですよね。たまにこういうことがあるんですよ。そしてこの現象っていうのは、まあ1年2年は続くでしょうけども、5年以上は続きません。その通貨というものがですね、安定してしまえばボラがちっちゃくなるんですよね。今はボラが大きいんですよ。値上がりの時もドーンといきます。値下がりの時もドーンといきます。ボラが大きいんですね。ボラティリティってやつです。この波が大きいんですよ。ただ円とかドルを見ていただければわかるんですけども、市場流通量がもう出来高がですね、ある程度決まってくると、そんなにいきなり買われたりとかいきなり売られたりっていうのは誰か大元が意図しない限り起きないんですよね。例えばアメリカと日本の協調介入っていうので強制的に円やドルを動かすっていうことは近年もありました。民主党時代には何かありましたよね。まあそういうことでもない限り、そういう危機の時代でもない限り、まあ人工的に起こすことはないですけども、今は人工的に起こせるんですよね。例えばですね、最近の例ではある有名人がリップルを1億円買ったと、そういうふうに、YouTube とかね、ライブ放送で表現してましたけども、そうするとですね、1億っていうのはそのリップルの間ではものすごい影響力を持つんですよね。金融の中の占める割合が1億円分のリップルって言ったらもう大きすぎるんですよ。だから買ったこと自体に対して値上がりをするっていう、こういう現象が起きるのが暗号通貨なんですよ。で、本当ならばビットコイン1本とかね、イーサリウム1本とかリップル1本とかエイダコイン1本でこの世の中は成り立つんですけども、なんでいろんなコインが発行されていろんなコインが売れ出したのかっていう、この仕組みをよく理解しなければなりません。で、それはですね、どういうことになってるかっていうと、まあ、ビットコインで当て損ねた人が今更ビットコインに参入してもあんまり利幅は取れないだろうということでですね、まだマイナーなコインを探してマイナーのコインに
投資することによってそのマイナーなコインの爆益を狙ってるんですよ。でそういったものがコインを作る側もコインを求める側もわんさと現れたんですよね。その結果どうなるかというと、そんなにたくさん資金を持ってる人がたくさんいるわけではないですから、もう拮抗するんですよ。いろんなコインにいろんな人が分散していって、大きく値上がりするコインがそのうち存在しなくなるんですよね。そうなるとどのコインに投じてもあんまり値上がりしない、あんまり値下がりしないっていう現象が起きてきて、どれも使えないってことになってきます。ですんでこの暗号通貨の業界ではここ 1,2 年で大きな核になるコインが決まったら、あとはどうやっても上がらないってことになると思います。で当然ですよね。例えば私がエイダコインを持っていて、エイダコイン以外にシーズというコインをもう一つ持ってたとしたら、私の資金は分散するんですよね。本当だったらエイダコイン1本で全部いった方がエイダコイン自体の値段を押し上げるわけですから、エイダコイン1本でいけばいいのに、こっちのコインもいいよ、余剰資金で買ってみなよって言われてフラフラフラっと買っちゃうと、私のエイダコインに投入する資金がその分だけ失われて、ライバルのコインが値上がりするわけですから、私の利幅は結局低くなるんですよね。そういう意味では本当は一点集中でコインっていうのはこれだっていうのにかけた方がいい。それでもっと言えば人類全員全体がですね、同じコインで行った方がいいと思います。それぞれの目的はいろいろ違いますから、全部のコインを統合したコインが1個っていうのはなかなかないと思うんですけども、ただですね、やっぱり、どのコインも当たりそうだからっていうので、まあ、少ない資金を分散してしまうっていうのが、もしかしたらもうちょっとしたら一番危険なやり方になるかもしれないですね。この一番伸びしろがありそうなものに9割ぐらいの資金を突っ込んでいくと。まあ、もちろん余剰資金の9割ですよ。生活費とかは絶対使っちゃいけないです。借金をしてもいけないです。余剰資金の9割は1本のコインに突っ込んでいて、で、1割残った分を十数個に分散するって形はどうかなと思うんですよね。私はそういう方法を取ってます。まあ、エイダコインは不動で持っているんですけども、その他、今日もお見せしましたけども、コインチェックっていう銘柄にですね、少ない資金を、まあ、20万円をですね、分散して10個ぐらいのコインに分散して、少額ずつ入れてるんですよ。で、20万でスタートしたものが、今日の時点で1ヶ月半ぐらい経って40万になってるわけなんですよね。まあ、全体的に値上がりしてるってことなんですけども、その何を買っても当たるの中でもですね、やっぱり外れるものもある、値上がりしないものもあるわけなんですよ。あと値上がり幅がちっちゃいものとかですね、そういうものもあります。であとはやっぱり肝心なのは、そのただ儲かるだけっていうことで支持するんではなくて、それが誰のどんな役に立つかってことをやっぱりね知っていくことによって、本当にそのコインの存在価値があるのかどうかってことに対する支持が、まあ、投機であり投資であるのかなと思うんですよね。まあ、そういった形でですね、ちょっと反省から外れたんですけども、そういう思考が作れた1年だったかなというのが一つ、私にとっては振り返ってですね、大きなことだったかなと思います。FX ってものを中心にやってきたんですけども、暗号通貨ってものをそこに絡めることによって、投資の感覚がかなりですね、バランスが取れていったんではないかなと私自身、こう冷静に分析してるんですけどね。でそう思うと、資金が FX によって増えなかった資金っていうのはそんなに大した問題ではないかなと思います。私は FX に1月1日に30万円の資金を入れました。現在15万円残ってます。1年かけて15万円減らしたわけですよね。ただ15万円減らしましたけども、相場から学んだものっていうのは数億円分になってるんではないかなと自分で分析してるんですよね。なぜ数億円分かというと、今までいくらお金を投じても時間を投じても分からない世界が分かってきたってことなんですよね。その分かってきたことの証明が暗号通貨に生きているということでもあるのかなと思ってます。ここは冷静に私振り返って判断してるんですけども、まあ、皆さんはね、どのように1年を振り返ったでしょうか。で、あとは時間の使い方ですね。今はお金の使い方だったんですけども、次は時間の使い方について私振り返ってみたいんですけども、この1年何に時間を使ったかというと、ほとんどが家族に使いましたね。ほとんどが家族ですね。両親に対して使ったもの、そして自分の、まあ、奥さんに対して使ったもの、速稼塾というファミリーに対して使ったもの、これ以外はほとんど時間使ってないです。本当に恐ろしいほど使ってないですね。まあ一番その次に使ったかというと、個人的に使ったものの中では入浴の時間がすごく多かったと。1日に5回ぐらいお風呂に入ったというね、大体そんなもんですけども、短い時間で多く入るというね、そうすると気分がリフレッシュして、そして新しいですね、まあ、ビジネスに取り組みとか、投資への取り組みとか、できるわけなんですよ。で、動画もどんどんできるみたいな感じですよね。で、また個人的なことばかり言いましたんで、広くマーケットのことを見ていきたいなと思うんですけども、広くマーケットのことを見ると、今度は私の古巣である、ね、ネットビジネスの業界です。ネットビジネスのことを私は、まあ、古巣というかね、一つ距離を置いてずっと見ていたんですけども、やっぱりずっとですね、同じようなことをしている人たちもいると。
別にそれはいいこと悪いことって判断ではないです。以前私もそれをやってたなっていうことで懐かしく見てるときに、確かに私よりも、ね、利益を出している方、いいビジネスをされている方山ほどいます。私はまあその中では小物中の小物ですから、なんてことはないんですけども、まあ、私がまあ好きだったのは当時はビジネスだったりとかセールスだったと思いますし、そこで触れ合うまあお客様といいますかね、ご縁だったと思うんですけども、大きく変わったのは人脈っていう捉え方がさらに明確になったんですよね。人脈ってのは何かなっていうふうに私はまあ十数年前からずっとぼんやりと思ってたことがあります。それは自分に利益を与えてくれる人、自分にメリットがある人、それを人脈とは呼ばないということなんですよ。そうではなくて、私がこの人のためにだったら役に立ちたいなと思える人が見つかった時にそれは人脈だというふうな考え方になったんですよね。で、それが私のビジネスでもプライベートでも根底を貫いてるんですよ。ですから大好きな人、まあ今奥さんですけども、恋人に対してはその人に尽くしたいから恋人にしたいと思うわけなんですよね。この人のために命を削りたいと思えるから愛するって気持ちを結びつけるわけなんですけども、この人を自分の恋愛の対象にしたいとか自分の喜びの対象にしたいっていう感情はもうすでにずいぶん前からなかったですね。この人に喜んでいただくことが自分の喜びと、この人は何をしたら喜んでいただけるのかなってことを考えることが喜びと、これまさにビジネスのセンスと同じなんですよね。ビジネスっていうのは奪い合いではないっていう精神も私はずいぶん前から表現してるんですけども、ビジネスっていうのはウィンウィンという言い方もありますよね。私その考え方っていうのは本当にあんまり好きではなくて、特にギブアンドテイクって考え方は本当に虫が走るぐらい嫌いでですねくれたらあげるよっていう考え方がギブアンドテイクだと思うんですよね。そうではなくてビジネスってのは与え合いなんで、あげますあげますっていう人が集まってくるところがマーケットだと思うんですよ。はい、あなたの役に立ちたいです、あなたの役に立ちたいです、あなたに提供したいです、あなたのために何かをしたいですっていう人が集まればいいのになと思うんですけども、何がしかの財が欲しいからその方便として作業をするとかね、その方便として商品をあげるとかっていうふうに、まあ、考え方が逆なんだろうなと思うんですよね。欲しいから提供するではなくて提供して終わりみたいなね。で、提供しまくると、どうしても人は人情はね、お返しをしたくなるんですよね。だから、それを狙うわけではないんですけども、まあ、お返しがあったら、それをありがたくいただく。ありがたくいただくのも提供というね、ことかなと思うんですよ。やっぱり、もらったものをいらないよって言われたら、相手の人は悲しむんで、あげるよって言ったものは、もう非常にありがたく受け取って、受け取らせていただくっていうことが、まあ、受け取るってことに対して相手に与えるってことなのかなと思うんですよね。で、こういう関係が与え合い、提供の試合なのかなっていうふうに考えるんですけども、その気持ちがね、より強くなったってことですね。まあ、そういう形でですね、投資ってのも見ていくと、非常にですね、このエイダコインには成功してほしいなと。チャールズ・ホスキンソンさんなんかチャーミングで好きだよなっていう気持ちで、どんどん買いますっていう気持ちの方が強いんですよ。で、なんでエイダコインの情報を私は前向きに多くの人に伝えるかというと、前向きに多くの人に伝えることによって、エイダコインに対する誤解とかが解けて、夢を持たせることができると。そうなると、すでにエイダコインを買ってた人にも有利に働くんですよね。これはビジネスでも、まあ、いろんなことにもコミュニティ運営でもあるんですけども、自分の所属しているところを疑ったり悪く言っていいことは全くないんですよね。そのコミュニティの格が下がるわけなんですよ。まあ、ネットビジネスでもいろんなコミュニティがありますし、私も運営してますけども、自分が所属しているコミュニティが、どうもな、怪しいなと、詐欺なんじゃないかなっていうふうに参加した人が言えば本当に詐欺になってしまうんですよ。でも自分が参加しているコミュニティを本当に心から信じて、心から尽くして、このコミュニティを成功させるためには自分がいい目を見ないといけない、自分が結果を出さないと全体が詐欺になってしまうっていう気持ちで頑張れば結果は出ますし、モチベーションが落ちないんですよね。なんで俺だけ儲からないんだ、なんで自分だけこんな目に遭うんだっていう風になってくると不満だけ多くなって、そのコミュニティとか要するに他者を貶める行為に走りがちなんですよね。人間っていうのは人と比べた時に全くいいことがないんですよ。人と比べていいことってのは全くないんですよ。人と比べていいことは全くないんですよね。じゃあなんでそれを3度も言うかというと、人と比べて自分の方が優れてると思ったら、優れてない人をやっぱりね、軽んじてしまうんですよ。人っていうのは相当心鍛えてないと、かわいそうねって、こっちやればいいのにっていう風になってしまうんですよ。そして自分よりも比較した時に格の上というかね、もっと素晴らしい暮らしをしてる人に対してどう思うかっていうと妬みが出るんですよね。そのいい例が今回のエイダコインはじめとする暗号通貨の急騰なんですよね。例えば今朝のお話ですけども、私はリップルを買いますよと、買った方がいいよと、値上がりするよみたいなことをね、
値上がりすると予告ではないんですけども、そういうことを記事で書いて値上がりしてますよってことで、お買い、買いを進めたんです、進めたんですよ。珍しくリップルを買った方がいいですよって進めました。進めた結果、その時に買った人と、その時に忙しくて情報が取れなかった人と、私に対してどうやったら買ったらいいんですかって聞いた人、いろんな方がいます。でそこで一つの例があります。リップルを素直に買った人は夕方には倍になったと言って喜んで記事で書いてます。何人かの方が書いてますよね。私にメールを送ってくださった方もいます。ありがとうと。私が買いって言ったわけじゃないですけどね、買いを、まあ、買った方がいいんじゃないのぐらいの軽い気持ちだったんですけどね、5000円でもいいから買っといたらとかね、3万でもあったら買っといたらみたいなことだったんですけども、じゃあですね、その中のお一人でリップルの買い方を教えてくれませんかっていうふうに言った方がいました。私も早くメッセージを送るつもりだったんですけども、別のこともあったんですね。ちょっと遅れたんですよ。で、まあ午後になってですね、午後2時ぐらいにリップルの買い方をこうね、きちんと丁寧に書いたものを送りました。そうするとどんな返事が来たかというと、もう値上がっちゃったから今から買っても意味がないじゃないですかっていうふうに、かなり激しいですね、メールの文章が来たんですよ。それは私としては確かにリアルタイムで返信ができればその方はチャンスをつかんだかもしれませんから、それについてはまあちょっとね、頼っていただいたのに申し訳なかったかなと思ったんですけども、やっぱどうですかねこれっていうのは、すでに妬みが始まってるところだと思うんですよ。だって買った人がいてその人は儲かった、自分もその時に久保さんが教えてくれたら買えたのにっていう気持ちが出てきたんですけども、まあそれはね、私の熟成でも何でもなくて急にメッセージが来た方ですからね、それは対応の順番としては遅くなってしまいますし、まあ私もですね、自分の家族というものを一番にしてますんで、家族と関わってる途中、中断してまで、その場をしらけさせてまでですね、あ、ちょっと仕事だからって行くわけにはいかないかなというふうな選択をさせてもらったんですよ。世のため、人のための、世のため、人のための中には私の家族も含まれてますからね。そこはちょっとご理解いただきたいんですよ。で、家族の次は、速稼塾ファミリー。速稼塾のファミリーの次は私の読者さんとかね、視聴者さんってことにはなりますんで、その順番は、そんなね、急には変わんないと思いますし、相当熱心に、まあ、問い合わせていただければ、それは私もね、これは緊急だなと思いますけども、そんな、まあ、言ってみれば大した文章でなかったんですよ。名前も書いてないし、サラサラっとパパーと教えてくれませんかって来ただけで、まあ、句読点も丸もなかったし、何だったんだろうなと思うんですけども、まあ私の性格としては、細かくそういう人にでも尽くそうという気持ちをいつも表現してますから、その方は私を信じてそうしてくれるだろうと思って、自分に最優先に答えてくれるだろうと思ってメールを来た、送ってくださったと思うんですよ。その面ではその期待を裏切って申し上げたかなかったなと、銭金抜きでその方に尽くせなかったのは私は非常に今後悔してます。反省してます。ただやっぱりね、すいません、それは、ご自身でも調べられることだし、今までも調べる時間はあったわけですから、やってくんないかなとはまあ思うんですよね。思うんで、ここで一つその反省を生かすために、暗号通貨の買い方は、もう自力でやることですよ、それは。いちいち人に聞くことではなくて、もうすでに買い方を紹介したサイトは山ほどありますので、検索すれば、まあ10分もかからずにもうね、手順もわかりますんで、やっていただければと思います。だからこれが未来に対して準備するってことですよね。暗号通貨を買う可能性があるのはもう今、命を受けてスマートフォンを持ってる方、YouTube を見てる方、もう全員にあるわけです。暗号通貨をいつか買うかもしれない。今日じゃないかもしれないけども、明日買うかもしれないし、3年後に買うかもしれないんですよ。ということはもうその3年後のために今日から始めないといけないことが発生するんですよね。10年後にやることでも今日から準備しないといけないんですよ。多くの方は10年後に決めたことっていうのは、まあその時までぼちぼち始めればいいかなと思いますけども、その結果が2018年の準備をわずかこの今日と明日でやろうかなっていうふうな、この焦り精神なんですよ。違うんですよ。2018年のスタートは2015年から準備しとかないといけないんですよ。2018年のことってのは2015年ぐらいから仕込んどかないんですよ。3年がかりぐらいで。そういう思考がなければどん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 時代に遅れていくんですよね。暗号通貨っていうものがありますよね。やっぱり何回も申し上げますけども。じゃあ暗号通貨ってものを開発した人っていつから準備してると思いますかってことなんですよ。2009年にビットコインっていうのが、まあ論文とともにね、生まれましたけども、じゃあその方はいつからその論文を書き始めたんですかね。一夜漬けですかね。違いますよね。で、その論文が書ける頭脳をいつから鍛えてたんですかね。一晩ではできないですよね。やっぱり何年もかけて数学をまず学んで、数学の公式や理論や構築、論文とかっていうのをどんどん積み上げて、そしてインターネットってものを扱い出して、ブロックチェーンってものを発想してっていう順番があるんですよ、段階が。で、そういうふうにあらゆる人が準備っていうのは数年がかりでやるんですよね。あらゆる人が。
そのあらゆる人に入ってない人が準備を一夜漬けでやってしまうんで間に合わないと。今日はですね、私の英語の翻訳のたどたどしいところを動画で恥ずかしながら上げさせてもらいましたけども、あれを積み上げていって私も3年後くらいにはスラスラ読めるようになれればなと思ってるんですよね。でも英語が読めない、わからないっていう人は今日も明日も来年も何にも準備しないです。それでは100年経っても読めないですよ。だからね、最初はわかんない、 ABCDEFG から始めるかもしれませんけども、仮に ABCDEFG でもそれで一歩進むわけなんですよ。一つやれば一歩進むんですよね。その積み重ねが千里の道も一歩からですし、千日をもって初日とし、万日をもって極めんとすということになってきます。で、そういう形で2017年を1日ずつ1秒ずつ使ってきましたかってことなんですよね。魔法のようなチャンスがいきなり来ても、暗号通貨みたいなチャンスが来ても、そのチャンスをつかみきれなければ一緒なんですよ。チャンスがないのと一緒なんですよね。じゃあそのチャンスをどう使うかっていうと、チャンスが来た時のためにいろいろ準備しないといけないと。ウォレットを作っておかないといけない。暗号通貨って何かって調べておかないといけない。そしてパソコンのタイピングが早くないといけない。検索ができるようになっておかなくてはいけないと。余剰資金を持っとかなければならないと。いろいろありますよね。余裕な時間をいつでも作れるようにしとかなければならないとか、それが生活に追われるっていう状況を何年も続けてると、情報も取れないし、情報を取った時に身動きが取れないし、身動きが取れてもそこに投入する資金がないってことになって、あれがない、これがない、それができない、こうだったらいいのに、ああだったらいいのにっていうふうに、自分の手元にないものばかりを羨むようになって、妬むようになるんですよね。で、大切な観念なんですけども、成功っていうのは手元のカードで起きるんですよね。全ての成功は手元のカードで起きます。ないものがあったら成功するのにっていうのは誰でも言うんですけども、それは成功しない人の発想なんですよ。成功っていうのは今あるカードの中で切り出していくことによって切り開いていけるわけなんですよね。じゃあ手元のカードを増やすのはいつかっていうと、何も起きてない時、何のチャンスも来てない時にカードを増やしておかないといけないんですよ。高校生の時から1日に10円貯金してきた人、30歳になったらどのくらいのお金が貯まってるかってことですよね。高校生の時から少しずつ学力を積み上げてきた人、40になったらものすごい頭良くなってますよね。じゃあそういうふうに我々には時間がたくさんあった、考えることは十分できたと、教育も受けた、チャンスを何回も逃してきた、その勉強も経験もしてきた、でもまたチャンスが来た時になぜか間に合ってないんですよね。うん、そういうことでは100年経っても自分の人生は変わりませんし、自分の人生そのものが始まらないっていうことになってきてしまいます。で、私もこのね、これだけ言うってことは、自分がその苦い経験を何度も繰り返してきて、自分の情けなさに打ちひしがれてですね、しまいには平和公園で2年間平和公園を知らない方いないでしょ。広島の平和公園で2年間ですよ、私がそこで暮らしてたわけですよ。あらゆる人よりも、まあ、不利な条件だったと思います。なんかね、そういうことを思い出すと、当時は、これ以上、どん底になることはないだろうと思って、逆に明るかったですね、人生がね。これ以上は悪くならないだろうとね。そういった気の持ち方もできましたしね。で、おかげさまで、すべてのものがありがたいと思えるのは、誰かがかじったパンの残りをゴミ箱から拾って食べるっていう経験をしたところから私は、始まったからなんですよね。で、そうなると本当にね、美味しいまずいっていうことよりも食べれてありがたいと、人が捨ててくれて嬉しかったってことなんですよ。あ、捨ててくれてありがとうって気持ちですよ。あ、ここに置いといてくれてありがとうと、いらないと思ってくれてありがとうみたいな感じですよね。うん、そういうことをね、やっぱやってきて、これオーバーに言ってるわけじゃなくて、本当にそれをね、社員がいるタイミングでですよ。社員が、私は自分のお店とか会社に社員がいる状態で、自分のお金はなくて自分の家がないっていう状態でやってきて、見つからないようにそれをやってましたけどね。今はその、なんかその苦境を脱したんで、こうやってお笑いで喋れますけども、こういうふうなマイナスの経験っていうのは、実はその分だけ絶対値でプラスになるっていうふうに私もその時に、自覚していたんですよね。数値で分かりやすく言うと、借金2000万は2000万の預金と全く一緒ってことなんですよ。その概念が私の、まあ、脳に、ね、根付くまでには少し時間をかけました。プラスじゃないとプラスじゃないと思ったんですよ。マイナスはプラスなんですよね。そういうふうなね、これも大富豪発想ですよ。もうどん底マイナスがとんでもない天井てっぺんに行くってことなんですよね。この振れ幅が
あるわけなんですよ。まあ、そういうふうに私はね感じながら2017年までやってきまして、2017年1年通じて確かにそうだなという確信に触れてきたかなと思います。それから2018年はその確信を使う日々になってくると思います。その2018年に向けてですね、どんなものを使っていくか、どんな思想でやっていくか、そういったものは私がこうやってライブ放送をもうおよそ1500回以上毎日のようにお送りしてきて、まあ受け取っていただいた方とかね、まあいつも勉強になりますと言ってくださってる方とか、まあ中にはですね、まだお会いしたこともないんですけども、久保先生ってつけてくださったりね、師匠って呼んでくださる方とか、本当にありがたいなと思うんですけども、そういうね、肩書きを送られるたんびに、ああ、そういう風になっていかないとなと、本当に身が引き締まる思いです。まだまだね、未熟な部分が多いと思いますけども、ただ誠心誠意皆様に、まあ、有益なね、情報提供とか、考え方とか、心の持ちようとかっていうのをお伝えしていけるんではないかなというところに、挑戦していこうかと思います。で、今日のね、この放送のまとめになってきますけども、あ、よろしくお願いします。実はですね、何名かの方が、私がまだ発表もしてないのに、2018年の久保さんの塾に入りますとかね、久保さんのコンテンツに入りますっていうふうにして、なぜかですね、一方的に契約をしてくれてるんですよ。お金が必要なら振り込みますんで、振り込み先を教えてくださいとかね。そういう方も、今日までに9名、まだ私何も言ってないんですよね。何も言ってないんですけども、まあ、そういう方がいらっしゃるんですよ。で、今日も、そういう方が、新規で、久保さん塾やるんですかみたいなこと言われるから、いやいや、しないですよってとぼけたんですけども、いや、YouTube で喋ってますよみたいなことで、チェックしたら、私ね、ある一人の人に限定公開で送ったはずなのが限定になってなくて、なんか200人ぐらい見てるんですよ、それを。あら、これしまったなぁと思ったんで、まあここでですね、もうバレてしまったんだったらしょうがないということで、皆さんに今日の動画の最後にね、報告をさせていただいて、終了にしたいと思います。2017年に本当にいろんなことがありました。ありがとうございました。で、私としましては FX の投資術を毎日のように2、3時間やってきて、かなり力がついてきました。で、特にここ40日は毎日のように私の考え方やトレードの、もう結果とかをですね、やる前のトレードの動画、やった後のトレードの動画ってものを毎日アップしていって皆さんに見ていただいて、現在視聴者数っていうのは200人前後になりました。最初は5、6人だったんですけどね。で、その FX の私の動画っていうのはかなり考え方が勉強になるということで、多くの方にですね、FX 久保さん教えてくれるんですかっていうふうな多くの方って言っても、まあ、10人もいないぐらいですけどね。私にしてみたら多いんですけども、FX 教えてもらえませんかみたいなことになったんで、2018年はですね、まあ、速稼塾の投資、暗号通貨を中心とした投資のカリキュラムを皆さんにお届けすることに、これは、この場でね、改めて、報告させていただきます。で、内定でこういう風になりますよっていう風にお伝えしたんですけども、まあ、200名の方が見てるんだったらもうね、隠してもしょうがないんで、そのまんまお伝えしますけども、いわゆる高額塾なんですよ。速稼塾の高額塾の2018年バージョンを販売するということを言わせていただきます。で、価格は30万円です。そして、支払い方なんですけども、これはこちらで決めさせていただきました。頭金で3万円です。カリキュラム開始までに3万円を入金していただいたら、それを入塾の、まあ、医師とさせていただきます。そして、残りの27万に関しては、30年払いです。30年後に残りを払うのもいいし、30年間かけて分割で払うのもいいし、もうまとめてめんどくさいから最初に30万払うのもよしと。うん、なんか内容がいいから50万にするもよしと。それはもうお任せします。30年の分割払いで、初回が、最初のカリキュラムが始まるまでに3万円。あとはいつ払ってもいいです。そういったカリキュラムを2018年にはスタートします。で、2018年のカリキュラムも、これまた文章で出しますけども、どんなことをやるかっていうとですね、まずは私が今、このライブ放送とかね、YouTube とかで、お伝えしていた見解とか、極秘情報とか、これが上がるんじゃないの、あれが上がるんじゃないのという、このね、まあ、確率はどう見るかは皆さんの自由ですけども、たまに当たるじゃないですか。今日のリップルとか A だとかね、たまに当たるでしょ。で、そういうふうな、参考にしていただく意味で、私の独自の見解と予測ってものを込みでですね、これからは公開しませんので、あらゆるものを公開しません。一部だけ公開しますけども、ほとんどのものはもう私動画とかね、記事で公開することはないです。それは2018年に私の速稼塾に参加してくださった方だけが見れるようにします。
それが私のカリキュラムになってきます。もちろん今まで、速稼塾の中でお届けしてきたですね、アフィリエイトのやり方とか転売の方法とかそれからメディアの作り方、こういったいわゆるインターネットビジネス関連のものは私はもうすでに時代遅れだと思いますので、これを販売するつもりはありません。これは全部特典でつけます。速稼塾で今までやったこと全ては特典でつけます。まあ、これが2018年にね参加していただいた方へのまあ感謝の印というかね、ないんですかって言われる声が多いんでまた始めます。で、金銭的な負担は私本当にね取ってほしくないんですよ。投資をやる上でですね、投資スクールに30万とか、あ、リップル当たりました、ありがとうございます、よかったですね本当当たってましたね、私も嬉しいですで、投資のスクールをやりますよって言った時に、そのスクールに入るのに30万とか50万では投資するお金が塾生さんになくなってしまいますから、そこにもちょっと配慮をしてですね、こういう料金体系です。まあ、価格は30万なんだけども30年払いで、初回は3万円だけ入れていただければあと29年全部払いなし、30年後に27万、それでも全然 OK です。もちろん稼いだから払いますっていうのが一番嬉しいですしね、悪いんで先に払いたいですって方は本当に嬉しいと思いますけども、ただ私の今までの一括しか認めませんよとか分割にはかなりこう条件をつけますよっていうのはなしにしてですね、ただですよ、私の塾っていうのはずっと高かったんで、去年は79万というね、もうバカみたいな金額をつけちゃったんですけども、まあ9名の方が参加していただいて本当にありがとうございますって形なんですけども、これからはですね、投資、暗号通貨を中心とした投資のコミュニティってものの運営に対してですと、アドバイスはしないですよ。うん、これちょっと誤解なく言っておきたいんですけども、金融業法にかかる恐れがありますので、私は投資のアドバイスはすいません。全然できませんから、それをすることはありません。投資のアドバイスはですね。うん。だから私がこう思うよっていうことは動画とともにお伝えしますけども、それに対して細かくですね、投資のことを教えたりとか、ここに投じましょうとかね、投資信託みたいなことをやったりとか、そういうのは全くしませんし、私が皆さんの資金を集めてここに投入するっていう代理をすることもありません。それは法律にかかる恐れがありますんで、私はその専門的なねファイナンシャルプランナーさんでも何でもないんで、それはできませんけども、ただ私の今までの動画を引き続き見ていきたいな、考え方に触れたいな、投資の私がやってるところをこれからもずっと見ておきたいな、速稼塾ってものに一回触れたいなとか、今までお世話になったんでお返ししたいな、どんな形でもいいんで、うん、初回3万円とかね、30年払いで30万、これに全く惜しいなと、やってらんないよっていう人以外はまあ参加していただければ嬉しいなと思いますね。まあ、実質的にはこれどうですかね、ただみたいなもんだと思っていただければいいんですけどね、初回3万円で別に来年払えってことじゃないんで、もうあとは自由ですから、皆さんの残り27万円はいつ払ってもいいわけですから、30年間のうちに、で30年のうちに私は死ぬかもしれませんからね、死んだら、まあ、香典代わりに、ま、どっかね、墓にでも備えていただければいいんですけどね。そういった形で、これがね、本当に、私、最後になると思います。去年、2017年にね、ファイナルっていうのが、最後って言ってたんですけども、まあ、本当にね、非常にそこら辺は恥ずかしいなと思うんですけども、2018年のこの、速稼塾、まあ、名前を付けるとしたら、速稼塾フォーエバーみたいな感じになりますかね。速稼塾永遠なるみたいなね。で、こういったのをやらせていただいて、これを降格塾だとかね、詐欺だとか言うんだったら、もうね、私はもう何も言いません。その通りです。います。稼げることの保証も今回もしません。わかりません、それは。私の見解通りにやって稼ぐのか、それとも私の見解を疑って逆張りして稼ぐのか、それは参加者の自由でございます。ただ私は、常々申し上げてますけどね、ファミリーを探してるわけなんですよ、ファミリーを。で、この久保哲郎っていう、大したことない人間ですけども、私の発信とかが気に入って、その考え方に触れたいなとか、ちょっと先生と呼びたいなとかね、カリキュラムないんですかって方が、今回もありがたいことにいらっしゃったんで、ちょっとおこがましいんですけども、そういう方のために箱を作ったって形なんですよね。その箱の中に入るのに、まあ、最低3万円を最初に入れていただいて、あとは箱の家賃として30年の賃貸と思ってですね、30年の賃貸で27万と残り27万という形でね、提供できればすごいユニークだと思うんですよ、こういう形は。だいたいいわゆる世の中の高額塾って、例えば30万だったら3回払いとかでね、3ヶ月とかね、長くても6ヶ月払いとか、そんな感じだと思うんですけども、私は投資ってものをやっぱりね中心に、コミュニティってものを運営して、何度も言いますけども、投資の指導はしませんからね、
投資の指導っていうのはちょっとダメだと思いますね。私とかが専門業でもないものがやったら。だから私のトレードが今まで通り見れてですね、私がつぶやきながらトレードしているところで、あとはあ、なるほど、そう考えればいいのかと、そう考えたらうまくいくのか、そう考えたら失敗するのかってことを学ぶ機会を持っていただければなと思うんですよね。それから当然ですけども、私が直接ですね、こうメールでやり取りっていうのはあります。それは投資の指導はしないですけども、私の感想とか考え方とかっていうのはね、お答えしますし、恋愛の相談とかね、それからお仕事の選び方とか、ああいったものでしたら全然お答えできると思います。私のレスポンスの速さは皆さんご存知だと思いますけども、だいたいね、Facebook のダイレクトメッセージで私の方にお寄せいただいても、多分ね、10秒待たしてないと思うんですよ、返信までに。その恐ろしい速さで返信しますからね。メールも同じですけども。だからね、待たせることはないと思います。ただ今回、人数によっては、すいません、ちょっと少々お待ちくださいって返信が行くかもしれませんから、そこはご容赦いただきたいんですけども、ただですね、24時間待たせることは全くありません。その辺はちょっとね、ご信頼いただいて、いいかと思いますし、私の放送は基本的に毎日行いますんで、毎日退屈しません。毎朝、送ったりとかしますんでね。ほぼ毎日ですね。やらない日もあると思います。なんかの事情でね。例えば私が検査入院行きました、人間ドック行きましたってのはこの年ですから当然ありますんで、その時はすいません。予告して明日はありませんっていう予告をして配信がなかったりしますね。ただ基本的に本当毎日ですから、カリキュラムの期間は、一旦3ヶ月って切らせていただきますけどね。その3ヶ月のうちに、90日ですか。90本の私の生の放送があって、コンテンツをいっぱい特典として送ってですね。ボリューム的には、十分引きを取らないというかね、何と引きを取らないか分かんないですけど、今までの速稼塾のカリキュラムに引きを取らないものになると思います。ただフォーカスしなかった投資とかね、暗号通貨ってものに、絞っていきますんで、私の暗号通貨とかね、投資ってもののセンスをやっぱりトレースしたい方はぜひお越しくださいということです。あとそういうのはあんまり興味がないけど、久保哲郎のね、やってることだったら何でも関わっておきたいみたいな、もう大ファンの方がもしいらっしゃったらですね、そういう方も、私にね、寄付をすると思って来てください。ただ精一杯やらせていただくのは、信じていただいて、今までの私の発信を元に、考えていただければいいと思います。今までの私の発信が大したことないと思えば参加しない方がいいですし、確かにな、勉強になるなと思えば、一回だけこの速稼塾に参加していただいて、なんかね、役に立てていただければと思います。私は今まで通りというか、今まで以上のその速稼塾のカリキュラムでは、情報発信をさせていただこうかと思いますんでね。で、今回、もう非常に申し訳ないですけども、ずっと無料で、こうやって情報を取っていただいて、ためになるなと思われた方は、なんだよ、金かかんのかよ、だったらいいよってなるかもしれませんけども、すいませんけど3ヶ月間だけはそういう風にさせていただいて、またそれが終わったらね、通常通りまたやると思いますんで。ただやっぱりこの私と一緒に、このカリキュラムっていう、フィルターを通じて過ごすっていう体験は、この3ヶ月、1月1日から始める、1月10日ぐらいかな。1月10日あたりから始める3ヶ月を過ぎたらもうありませんので、そこはですね。一緒に過ごすという体験がなくなるということにね、価値を感じていただければいいんですけども、そこら辺からお伝えすることは。いろいろとぐちぐち喋りましたけども、これからですね、こんな方法で、応募してくださいみたいなことも放送すると思いますんで、多分明日すると思いますんで、もう明日がね、大晦日ですから、そちらをお待ちいただければ本当に幸いです。本当にね、金銭的な負担は、ギリギリまで、限界まで、削ぎ落としてですね、文句はないと思います、これで。これで文句がある方は、文句を言ってください。本当に金儲けすんなって言ったらね、すいません、3万円の金儲けをさせていただきましたってことになりますけども。申し訳ないですけどね。そのお金もきちんと、この速稼塾の運営に全て使わせていただきますので、私が高級車に乗ることはありませんし、私が高級ランチを食べることもありませんし、私がなんかよくわかんない詐欺話にそのお金を使うことはありませんので、そこはご信頼いただいて、全てが塾生さんのために使わせていただくのは今まで変わらないですからね。そこはご信頼いただきたいと思います。それでは今日の放送は最後、告知というか募集というかお知らせで終わってしまいましたけども、これからもですね、私の放送とともに皆さんの見識を広めていただければ幸いでございます。はい、では ありがとうございます。
最後メッセージが来ました。良い車乗ってもいいですよ。ありがとうございます。私は肩車か口車に言うなら乗らせていただきますまたね、レンタカーぐらいは乗らせていただこうかなと思います。それではまた皆さんのね、街に行った時はぜひお会いしていただければ幸いでございます。北海道から沖縄まで2018年はどこにでも飛んでいこうかと思いますし、私の気分次第で長期旅行という形でですね、熟成さんはじめファンの方に会いたいなと思いますので、その時はよろしくお願いします。それではですね、最後でございます。今日の放送これで最後です。本当に今日の放送もありませんのでよろしくお願いします。では良いお正月をお迎えください。Never cool the still, still waters or warm the chilling air. When you're the belle of the ball and your gowns are shining and you're underlining all my thoughts. Why give yourself to he who has the law? I have something to declare.Dancing winter smile, it's like predicting mine. You'll never know to kiss and then caress could crease your party dress.